さて、ワンヤウーザとマジリノミジマリノタメヤイビサこの世の小バチ アキーこと山川明作詞作曲のオープニングテーマ曲おじいの嘆きとともにシニアドリームライフの時間です。この番組はまだまだ夢に向かって頑張っているシニアのこれからの夢やこれまでの体験経験を語り、地域の若者ジュニア世代にやる気と希望を抱かせるトークと音楽のひとときです。今週もここギノワンヒルズ通り FM ギノワンスタジオから生放送でお送りいたします。今週の次の日曜日の同じ時間に再放送が行われます。また同じ日日曜日の12時から1時までは FM コザの方でも放送されますので、どうぞお聞きください。それでは今週もシニアドリームライフ、いつもの通り出演者から紹介します。はい、今週は2月の第1月曜日ということで、はい、第1月曜日のレギュラーはボーカリストの美和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、はい、こんにちは、美和です。ということでね、はいはい、このラジオ番組はあっという間にもうね、正月過ぎて2月ということで、はい、しかも2月の第1週ということなんで、はい、そういう風な感じで、ね、今日は楽しくいきましょう。いきましょう、はい、よろしくお願いします。はい、これでところでなんかこの FM 技能案がですね、はい、なんか改修工事に2月から今月、ね、はいはい入ってるということでね、この番組も実は収録で行ってるんですよ、はいはい、スタジオが使えない、うん、どんな風に衣替えするのか、ね、ということでね、クリキン、ね、今日はクリキンも来てますので、はい、クリキントン先生、はいはい、ね、まああのね、11月あたりはずっと、ね、来れなかったんですけど、12月からまた復活しまして、ね、はいはい、1月もだんだん復活して今月2月ということですけども、はい、どんな風なこのスタジオにね、あの新しくなるのか、なんか楽しみでもありますよね。いやいや俺いや、はい、んちんだね若いブランシが見えむいなんどうさい、うん、なんて言ってますか、はい、楽しみやび、ね、楽しみやって、皆さんよくわかるね、うちの口、まあ、なんとなくです。なんとなく十分わかってますよね。ええー、わかとん、ね、やっぱりあれかな、あの 親からうちの口しゃべりかけられたりしたのちっちゃい時、あ、両親は喋らなかったんですけど、おじいちゃんばあちゃん、おじいちゃんばあちゃんが喋ってて、その親はおじいちゃんばあちゃんと喋るときはそのうちのうちで喋ったりしてたから、それを横で聞いて今なんて言ってたのとかっていう感じで、なるほど、そうやってね、やっぱりなんて言ってもファーフジが話すんだね、うちのうち。そうそう、あの今あの美和さんおっしゃったようにね、うん、おじいさんおばあさん同士はうちのうちで、またお母さんとおじいさんもうちのうち、うん、だけどそのお母さんまたおじいさんにしても美和さんには標準語なんだよね、うん、そうなの、やらや、そうだったの、そうそう、クマよクマ、うん、栗がうちのうちが年内ぎたなた年内ぎさなとおる、うんうん、原因やるば、本当 ね、うん、だからちょっと私も結婚してからその嫁ぎ先のね、そこのお父さんに、うん、あの名は名刺取ってこわって言われて、あ、分かんないから名刺持って行ったの。お店の名刺をこれですかって、お店してたからね、そのそう居酒屋さんしてたから、それで名刺持っていかなきゃと思って持ってて、違う名刺って言われて、いや名刺というのはあれ、あれさん梅酒お箸のこと、そうそう梅酒かと飲む梅酒かと、うん、お箸のこと、お箸のこと、梅酒って、ね、やっぱり分かんない、困るよね、本当に私分かんなくて、うん、勘違いしてたんですよ、自分の名刺を持って行ったって僕だったらもう梅酒持ってきますよ飲みやん、最近はなんていう食堂 の、 なんあのお箸の袋に梅酒ってちゃんと書いて、ね、うん、くれてるものもあって、お箸のことね、はい、そうなんですよ、本当かそういうね、勘違いしますよね、あの標準語霊校という形でね、学校でもね、地域でももう方言を使うなと、うん、標準語を使いましょうという、そういう、うん、中でうちで何やったる場合、ねえなげたなとる場合、またやな、生まれていんや、生まれにうちなぐち生まれて、うん、古いしうちなぐち古い投資が小学校んじゃことをやむたうちなるたらば、うん、小学校で覚えたのよ、完全に、完全にというか、ね、まだ覚えてないけど、うん、まだ覚えてないけど、うん、そういう人は多分いっぱいいますよ、沖縄に、
はい、ということで、クルキンユチクエビンユトサルグトウニゲーシャビラはい、ね、長い自己紹介でしたいやいやいや、指名されるからはい、はい、それですね、うん、今月もね、2月に入って新しいヨシシアライの教育的な一言、はい、これをやりたいと思いますけども、はい、ちょっと実はですね、うん、ここにあのね、あのこのやる教育的一言をね、はい、あのこれなんですか、スマホに入れてるんですけど、うん、今見たらですね、とっても字がちっちゃいんですよ。あちっちゃい。これマギクアップできないの？これができないやつなんですよ。だから できるのかなと思ったらできないんだ。あ、出た出た、でき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 た。よかった、よかった、よかった、よかった。はい、はい、はい。じゃあちょっと長いんでいいですか、はいはいはい、はい、行きましょう。まずは、大切にしなさいということで、まず、うん。学校。徳が高い人の特徴って。徳が高い人。人徳のある人、うん、ね、はい、高い人の特徴はどういう特徴かっていうと、うん、まずはお金を大切にしている、はい、お金を大切にする人、はいはい、しかも今度は時間を大切にする、うん、ね、時間を大切にしている人、はい、そして人間関係を大切にしている、うん、この3つを大切にする、はい、お金、時間、人間関係を大切にする人がやっぱり徳の高い人ね、人から慕われるってことですね。はい、次はですね、人の幸せを願っている、人の本質を見ている、誰にでも平等に接する、人の悪口は言わない、人の良いところを見ているというようなこと、要するに人に対してのね、接し方なんですよね。はい、人の幸せを、相手の幸せを、ね、願う、ね、本質を見て、誰にみんな平等にね、扱って悪口を言わない、良いところを見る、うん、というその人の見方、人の付き合い方をする、うん、という人が徳の高い人ですよと、うん、ね、はい、そしてその次は物事の良いところを見ている、この物事に対して、ね、うん、良いところを見ている、物事を多方面から捉えている、うん、ね、そして極端な思考をしない、偏った思考をしない、うん、物事をポジティブに考える、うん、というようなことですね、はい、要するに物事を良いところを見て多方面から捉えて極端な考え方はしないと、うん、いう物事に対する考え方ですね、うん、はい、そして次はポジティブに考える、あ、これ言ったね、はい、うん、次はですね、言葉、良い言葉を使う、うん、ね、良い言葉を使って良い食べ物を食べてる、うん、まあ、良い食べ物を食べる、良い言葉を使う、良いものを食べるということですね、まあ、要するに良いことをしようと、うん、はい、次ちょっと長いですけどもまだありますよ、過去に執着していない、未来にも執着しない、過去にも未来にも執着しない、まあ、逆に言葉が言ったら今に生きるということなんですけど、あまり執着してね、過去のことばっかりこうね、思い返してみたり、未来は今はこうだけど、ね、未来はこうなるんだっていうね、まあ、あの、まあ、甘い夢を見てる人っていうかね、そうじゃないと現実的な人っていうことなんだろうね、うん、はい、次に感情に支配されない、攻撃されても反応しない、いつも笑顔でいるというようなことですね。感情に支配されない、攻撃されても反応しない、ね、攻撃されても要するにあの、ね、あの仕返しをしない、ね、いつも笑顔でいる、ね、皆さんみたいですね、いつも笑顔で、はい、はい、お次は人生に目標がある、目的や目標がある、人生に目的や目標がある、継続した努力ができる、継続して学習している、ね、人生に目標や目的を持って継続して努力と学習をする、うん、そういう人だと、うん、そして人の話をよく聞く、人の話を聞いて圧倒的な行動力、うん、やっぱり行動力がある人、うん、ね、はい、そしてあんまり、ね、そう だからといって自慢はしない、よく自慢する人いますよね、うん、自慢はしない、そして見返りを求めない、これもいいですね、見返りを求めない、こうしたらああしたりしてよって、うん、見返りを求めなくて物事をやると、うん、ね、まあ、そういう人は後から必ずね帰ってくるんですよ、見返り求めなくてもね、はい、物を大切にしている、そしてできないことは断ることができる、うん、というような人、こういうのたくさんありましたけど、徳の高い人の特徴だと、うん、いうことなんですけど、クリキン当てはまってますか大体、うん、うん、あるよ、さい、あ、徳が高いですか、お金を大切にする時間を大切にする、うん、で人を大切にするという、うん、この中をというお金っていうのはよ、まあ、確かに、大切であって、うん、な
人理性よ、うんうん、いくら儲けるか儲かるかいくら給料もらうかあらんでよ、うんうん、さっさと民がやる場合、うんうん、どれだけ貯めるか、そういくら残せるのかいくら残していくのかやるば、うん、あれ高でもトゥアドって言っても、うん、もう毎月、月末になるともう金はないと、うん、そういう生活を送るか、うん、まあ給料そこそこあるけど、うんうん、でも貯めるのは結構貯めてるよと、うん、さっさとがある場合や、うん、まあそういうこともありますし、また、美味しいものを食べるってありましたよね、うん、あれさんね、はいはい、あ確かに美味しいものを食べる、良い言葉を使う、うん、そうそう、はい、美味しいものもよ、うん、どんなに美味しいものどんなに、高価な食事であってもよ、うん、くれよ私の身しか噛みませんぞ、どういうこと、 お腹いっぱいになるぐらいしか食べれないよってことね、 それ以上食べれないってことね、お手の意識いらなくてやっけやるわ、うんうん、そうね、そうですよね。私それはなんか体にいいものを食べなさいっていうことかと思っちゃった今。あ、うん、でも、うん、確かにそうです、ね、どんなにあの、まあ、美味しいものでもね、腹いっぱいしか食べれんからよ、うん、そこそこに食べなさいと、そうね、でも美味しいもの食べたいですよね、我慢せずにたまにはね、はい、そうですね、はい、ということで、はい、海谷さんどうですか、徳の高い人、うん、でもなんかこう生きていく基本じゃないですか、お金を大切に、ね、時間を大切に、ね、人間関係を大切にって、はい、やっぱり人間の悩みの中で一番多いのは人間関係の悩みってよく聞くので、やっぱり大事だなと思いますけど、その人間関係をうまくいかせるためにこう人の幸せを願ったりとか、はい、いい言葉を言ったりとか、なんかあれ自分が聞いてるらしいですよね、あの、うんうん、悪い言葉言うと、はいはい、やっぱ人の悪口言うとなんか自分が聞いててあんまり自分にも良くないよみたいなこと言われるけど、うんうん、私もそうかなと、うん、ちっちゃい頃がやっぱ人の悪口聞くのが苦手だから、うん、なんか具合悪くなるんですよ、ね、うん、人の悪口聞いて、まあ、自分に返ってくると言いますから ね、 そうですね、はい、ということで皆さん、はい、今日はなんかご年末ありますか？あ、今日ですか？今日は2月はですね、はい、2月は3月の準備を今しておりまして、3月の24日に、はあ、なんとサザンフィールポップスオーケストラ歌謡祭2024が開催されるのでございまして、はあ、そうなんですよ、このフィルなんて聞けないよ、フィルハムオーケストラの、あの、はい、に、まあ、バイオリンとかチェロとかね、名前なんでオーケストラ長いよね、サザンフィールポップスオーケストラって言います、サザンフィールそうポップスオーケストラ、オーケストラ、うん、まあ、年に何か何回か一緒にやりますよね、そうですね、うん、ちょっと大所帯なんですけど、はいはいはい、普通のドラムとかベースとかギターとか、うん、あのキーボードとか、はいはい、バンドに、あのオーケストラのメンバーが加わって、はい、で、まあ、あのボーカルがやると、あ、そうですね、私はですね、この時は、うん、スペシャルボーカルで、うん、シャカリの千秋さんがいらして、はい、シャカリの曲のそうなんですよ、千秋さんが歌ってくださるので、うん、まあ、大体シャカリはシャカリの曲をコンサートとかライブとかイベントとかで歌われるんですけど、うん、はいはい、彼女はそれ以外のこう歌謡曲もものすごく上手で、はい、何でも歌えるので、ね、はい、今回それを楽しみに歌っていただけると、はい、皆さんも当然歌うわけね、あ、はい、私はコーラス兼、うん、あ、コーラス兼コーラスもさせていただきます、リードもやる、リードというかやるんですよ、そうですね、もう、うん、はい、ちょこっとやらせていただく感じになりますけど、はいはい、今回実はなんと沖縄市民会館なんですよ、おお、だんだん大きくなりますね、だんだん大きくなってちょっと大変なんですよ、ね、皆さん来てください、ああ、3月の24日、沖縄市民会館大ホールで、ちょうど新聞の日ですか、うん、あ、3月24日ですか、新聞の日の次の日なんか、ね、日曜日、ね、日曜日です、日曜日は新聞の日があるよね、23日なんか、20日ですね、あ、新聞の日は20日、そうそうそう、その後の日曜日、その後の日曜日、うん、3月24日日曜日です、はい、日曜日です、ね、はい、みんなで行きましょう、夕方なので、はいはいはい、会場は6時からで、はい、開演が7時からとなっております、はい、また3月はでもあるでしょ、2月3月は学校もあるでしょ、学校もずっとあるし、そうですね、まあ、ホテルの仕事もずっとあるでしょ、そうですね、ホテルの、はい、お仕事はもう、はい、毎週金曜日はもう無線のテラスでございます、はい、ハイアトリジンシー、はい、ハイアトリジンシーもございます、ね、そしてハレクラにも、第2、てる、そうです、第2第4の日曜日でございます、あ、ずっと、継続的にやるのハレクラ、はい、そうなんでございます、ね、年末にやりましたけど、はい、うん、その後も1月も入ってたの、1月も、はい、1月、2月、3月とずっと定期的に入ると、はい、これはピアノと歌、これはですね、ハレクラにはハレクラにはちょっと
また違って、ギターボーカルで、ギターが宮田誠さんっていう、はい、あ、ギターでやる、はい、ギターボーカルで、ちょっとハワイアンチックな曲もやりつつ、はいはい、っていう感じですね。なるほどね、はい、沖縄の曲も、はい、ポップスもやりながらという感じでございます。いろいろ楽しみですね。はい、ですね。そう、はいはい、なんかニヌファーっていう名前がつきました。なんですか。ニヌファー節のニヌファーを取って、北斗シェレービリのニヴァナ、北極星のこと、北極星レービリ、そうそうそう、ニヌファー節、ね、年の方角の星っていうんですよ。ニヌや、そうそうそう、うん。どうしてそういう名前ついたの？ニヌファー節ってこう昔ね、添削の花の歌詞にもあるように、うん、こう船乗りがね、こうなんかほらレーダーとかそういうのがない頃に、うん、それを目安に、そう、それを目安に、その星座はこういろいろこう変わるじゃないですか、はいはいはい、だけど北極星だけはいつもこう北の方角にあるっていうこと で、 目標になるわけですね、そう、それで方角をこうこの北極星を頼りにしていたっていうのが、はいはい、まあ元々そういうのがあって、はい、まあ、いつここに来ても私たちはそこでまあね、お月様みたいに高校とは輝かないけど、でもちょっと北極星ぐらいのピカンと輝くぐらいのそう、そういう星で、歌ってますよと、そう、歌ってますよっていうことでニヌファーとつけましたけど、あ、そう言われてるわけね、はい、はい、ということですね、はい、はい、それじゃあ、皆さん1曲いきましょうか、はい、うん、で2月はハッピーにいきましょう、ハッピーハッピーハッピー、ハッピー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 で、もうハッピーハッピーの気持ちで、はい、今日も一日、はい、ね、いきましょうね、いきましょう、はい、皆さん、あと、うん、なんかお伝えすることありますか、今日はね、早くちょっと後から用事があるってことで、そうですね、ね、はい、まあ、レッスンがあるんですけども、うん、はい、まあ、そっちの方もまたちょっと、はい、2月、3月は学校の方はどうですか、学校の方、ヒューマンアカデミーさんの方はですね、うん、2月の頭にはもう最終的なこうオーディションっていうのが、はい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 、ドラフトオーディションとかもありまして、うん、皆さんもうそれに向けてこう2年間頑張ってきましたので、うん、はい、ちょうど失敗締めくくりの月、2月が締めくくりの月で、そうですね、2月の初め、3月からも休みになるわけね、そうですね、はい、うん、ね、ま、そういうオーディションとかそういうのにも皆さんもお付き合いしたり、その指導というのも結構大変なんですか、最後仕上げたから、あ、そうですね、でも、まあ、アフレコとか、まあ、そういう担任の先生とかいろいろ、うん、演技の指導とかされる方がいらっしゃったりとかで、はいはい、私はボーカルなので、そこまでこのオーディションには、はい、携わってないんですが、なるほどね、はい、でも卒業生は相当、もう何年になりましたっけ、このヒューマンは、私ですか、うん、ヒューマン自体はもう何年かな、10、結構長いよね、10、はい、もう4、15、16、45年、何を言ってんの、沖縄に来て何年だろうか、私がちょっと入ってからは10年ちょっとなんですけど、はい、上野さんは沖縄、うちの中でしょ、そうです、ね、はい、沖縄来てからって言うから、帰ってきてからね、あ、いや、私が入ってから、あ、入ってから、はい、帰ってきてる、ずっと沖縄にいるのね、はい、はい、帰ってきたって聞こえたから、あ、そうですか、すいません、どっか行ってたのかと、はい、沖縄にね、はい、はい、ということで、じゃあ2曲目いきますか、はい、まあ、ね、ではチキンスープ聞いてください、はい、チキンスープ、ね、今日はもう最初からね、前半だけですよっていうことだったんで、前半に来てもらって、ね、チキンスープを聞きながらね、帰ったということなんですけども、そしてまた入れ替わりでですね、実は入れ替わりでまた素晴らしい女性が来てもらってますよ、はい、クリキンに紹介してください、はい、クリキン、クリキンって言ったらでね、クリキンゆきえさんです、はい、よろしくお願いします、ゆきですね、はい、いつもお世話のね、この番組応援してもらってね、はい、出ていただいてます、ゆきがね、入れ替わりで来てくれたんで、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、まずじゃあユッキーからなんかこのところそのね、この1月、12月、1月は結構ね、まあ、お祭りとかね、いろいろあるで、はい、フラをやってるんだよね、はい、フラやってます、はい、2月、3月は何かありますか、2月、3月は今のところちょっとまだわからないんですけれども、入る予定は可能性はあります、うん、春に向けてまた下流市のオーシャンビーチで、はあ、プールサイドでフラを、はあ、踊る紹介しているので、またそのフラとの出会いっていうか、なんでフラをやってるんですか、はい、そうですね、フラフラってするけど、フラで、クリキンにフラフラは分かるんだけど、フラだからっていうか、フラだから全然違うんですけど、はい、
子供の頃ですね、うん、私の母の弟が、はい、海ん中で海に潜ったりとかして、海ん中どこの海ん中、千葉県房総立山市、房総ね、はい、房総半島ね、それでわあちゃんのお家が立山にあって、はい、そのおじさんとも一緒に過ごさせていただいて、はいはいはい、このおじさんがよくドライブとか海に連れて行ってくれる時に、車の中でハワイアンの曲をよく聴いていたんですね。そうですか。それでウクレレの演奏とかの音楽がもうすごく子供の時にもう耳に残って、憧れる遠い、海の向こうのハワイに行ってみたいっていう気持ちと、ビーチっていうとね、やっぱり最高のやっぱ美しいハワイっていうね、まあ、そうですね、イメージが出ますからね。で、私夏生まれなので、はい、もう夏が大好きで、海が大好きな人間ですので、もう憧れて、そして、まあでもハワイフラダンスっていうと、なんかそのココナッツの、ね、もう裸露出、ほとんど露出に近い状態で踊るっていうイメージがあったので、はいはい、ちょっとそれは嫌だなと思いながら、うん、ちょうどハワイアンフラのブームが日本に入ってきまして、うん、20年ぐらい前にもうブームになったんですね、うん、それで母がまず最初に日舞とかをやっていたんですけども、はい、フラの方に明るいね、衣装も可愛いじゃないですか、うん、女性は絶対憧れると思うんですね、はい、衣装にそういうのもありまして、母もちょっと夢見る乙女のところがありましたから、もうそのハワイアンフラにハマってしまいまして、母がもう15年間ぐらい、うん、ハワイアンフラでサークルで、はい、今のね、ユキハワイアンフラってハワイアンっていうのを強調するんだけど、はい、一般的なフラダンスって言うとね、はい、なんか一般的なイメージですよ、はい、要するにさっき言ったのね、はい、ちょっと夏のなんかすだれみたいな、はい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 、スカートじゃないからつけて、はいはい、ね、ツーピースのね、うん、はいはい、つけて、とにかく体を揺らすようなね、そんなこのイメージっていうか、はい、があるんだけど、あれはまた別のハワイアンフラーとは別の、まあ、フラなんです。なんですか、あ、そうですね、厳密に言うと、うん、ハワイアンフラーとタヒチアンフラーっていうのがあります、ね、タヒチアン、はい、なんかタヒチアンの方がって、方がっていう言い方おかしいんだけど、はい、なんか激しい踊りみたいな、ね、なんかイメージがあって、あっちがなんかフラダンスするとあっちを先にこう連想するってことがあるんですよね。はい、うん、確かにね、ハワイアンフラですかね、はい、いわゆるハワイアンズと本当にもともとこう静かなね、こう本当に波のね、静かな、ね、ラー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 とかなんとかね、うん、ゆっくりとした感じで、はい、本当にこうフラフラフラっとなんか、はいはい、タヒチアンのフラはなんか激しいんですよね、はい、激しいんですよ、うんうん、だからね、だからそうやって違うもんだっていうのは一般的に分かんない、はいはい、もともとでもハワイアンフラでも昔の人ね、うん、ハワイアン王朝の時にはやっぱりちょっと少し裸で女性も踊っていたっていう時代があったんですけれども、うん、ハワイアンフラとタヒチアンは別で、うん、ハワイとタヒチアンというのはちょっと別の民族で、はいはい、別の王朝があって、うん、そしてタヒチアンというのはもう背丈も大柄で、ハワイの人はどっちかというと小柄なんですね。それで、うん、タヒチアンの人はもうなんか戦闘的、戦争が好きで、もういつもだから攻撃を仕掛けてくる。だからハワイの人たちはもうタヒチアンの人が怖いっていうイメージで、それでタヒチアンの人たちはもうこんな盾みたいのとか持ったりとかして、うん、もう槍とかみたいの持って、男の人もこんな筋骨隆々で、うん、だからもうどっちかというと、激しいアクティブ、そうですね、はい、だからもう女性のその踊りも結構腰を振ったりとか、はいはい、そういうパフォーマンスでね、はいはい、強いんだぞみたいな、大柄ってこっちは強いんだぞみたいな感じのイメージをハワイの人たちにイメージさせて、うん、もうタヒチアンの人たちは怖い、でもハワイの人たちは本当にもう平和で、うん、もう穏やかでアロハの精神といって愛とか思いやりとか、はい、そういう精神の中で培ってきた踊りですので、やっぱりちょっと民族的なことの違いから、うん、ね、踊りもちょっとやっぱり違ってきてるっていう、まあ、確かに多湿地方って言ったら南太平洋の 島々があるね、はい、でね、ああいうバンブーダンスとか、はい、ああいう太鼓みたいなのダン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 ダアロハオエそうですね、こうなんか優しいね、本当にこう静かなね、はい、イメージ、本当に言われてみると全然違うんですよ、そうなんですよね、はい、
でやっぱりそしてイギリスの方の人たちが先にハワイの方に上陸したので、うん、やはりちょっと裸でね踊るのはちょっとやっぱりクリスチャンの宣教師が、はいはい、上陸したので良くないということで、イギリス風のそのビクトリア王朝時代の風のドレスとかを着て踊るのがもう伝統的に今になって伝わっているというところもありますね。クリキン、はいはい、クリキンのハワイアンはクリキンのハワイアン誘われてるよね、金、男性の踊るみさん、はいはい、なので男性にどうですかって金、男性ダンサーとしてぜひ来てください、言わんがな、はい、いやいや、ゴスペルフラでもハワイアンの若ければね、こう挑戦もしよったけども、うん、だから、うん、男性のハワイアンダンスってあるんだって、ね、これで聞いたんだけど、私も見てますよ、全然だからイメージないんだけど、うん、ハワイアンダンス、ジョージ・ゴアロ、いや僕は男性のいらないな、女性だけですよ、クリキンの踊りは見たくない、見たくない、やりたくない、でも男性も素敵なんですよ、そう男性の私の組むのカモカは男性で男性なんですけども。手とかしなやかで女性よりも、うん、おばあちゃんに、おばあちゃんに教わったってくれなので、もう手とかの動きがすごくしなやかなんですね、踊ると。だからね、アロハオエっていうのがさっき言ったように、はい、なんていう意味ですか。アロハオエは愛するあなたみたいな、なんかオエは多分あなた、アロハアイラブユーみたいな感じなんですけれども、もうお別れの時とか、うん、そういう時にあの歌はできた、アロハオエは、ね、ユキはハワイは何回ぐらい行かれたんですか。2回ですね。あ、本当、はい、うん、1つは仕事で、1つは家族旅行で行きました。あ、そうだよ、はい、何時頃ですか、行かれた。ね、1991年ぐらいに、まあ、まだまだ、はい、ね、新しいというか、まあ、はい、それでももう30年前だね。そうですね、だいぶ変わってるんでしょうね、今。どうなんでしょうね、よくわからないですけど、ね、僕はハワイはね、やっぱり2回行ったことあるんだけど、はい、これ僕が行ったのも1970年代と80年代ですよ、結構早いです、ね、もう本当にもう昔、大昔、もうハワイは、まあ、僕3回行ってんだ俺、うん、結婚式でも1回結婚式やったんだから、ハワイでね、憧れますよね、結婚式からやっぱりね、いや憧れて借金までしてやったんですから、借金までしてね、1週間もハワイにいてね、帰ってきたら会社が潰れてたんですね。いや本当にそうですよ。まあゆっくりもたね。聞いたですね。その前は仕事の、ね、研修とかで、アメリカの帰りに寄ったりね。うん、まあその最初はそうしてきましたよ。うん、だから本当の大昔でも絶対ね、まだ本当にハワイは憧れの土地っていうね、そういう自分で、まだ行く人も少なかった頃。はい、30年もっとやな、本当に30数年前に、30年40年ぐらい前に3回行って。なんか最近のハワイは分かんないけど、そうですね、ね、どうなんですか最近のハワイは。でも最近私も行ったことがないんでよく分からないんですけれども、うん、まあ、いろいろマウイでも火災があったりとかしてますけど、うん、でもやっぱり古き良きハワイ、やっぱり島がたくさんありますので、うん、オアフ島はやっぱりちょっと観光地っていうか、もうね、いっぱい日本人が来てっていう、開けてるような都市的なイメージがあるんですけど、ね、マウイ島とかまだすごく、ハワイ島にしてもまだ本当に昔ながらの大自然が残っていて、人々もそういう良き人々がまだいるっていう、そういうのをちょっと聞いたことがあります。はい、ハワイ島行っても広いんですよって。そうですね。はい、いろんな島が7つの島。一般の日本人と一般のね、人呼んでハワイ島のワイキキのビーチも、はい、あのイメージしか分かんないみたいなのがあると思うんだけどね。はい。はい、まあ、ということで、クリキン、はいはい。はい。今月のクリキンのグレニーとか行きますか。はいはい。2月のような、はい、2月ですよ、はい、第1回目のや、うん、クリキンユチクの、はい、言葉、今月の言葉や、はい、とうとう父君総理、人参やティーチマーチティーチマーチモヌカンゲセならんど、うんうん、人参やティーチマーチモヌカンゲセならんど、はい、これはね、人というのは、はい、一つの考えで、道を通ってはいけませんよと、一つの道だけを通ってはいけませんよと、まあ、一つの道だけではありませんよと、うん、人の道というのは、まあ、道というのはあぜ道もあるしね、筋道もあるし、うん、上り道、下り道、いろんな道があるように、そうだ、ね、はい、物事はいろいろな角度から深く考え抜いて、行動しなければいけません。
ただ一方方向の、だけを考えていたら失敗しますよと、うんうん、まあそれはあのーまあ、前のね、12月にやったもんとちょっと通じるね、松下幸之助の言葉でね、そうで道を変えればね、道はいくらでも開けるっていうね、そうそうそう、うん、言葉、松下幸之助ありますけど、はいはい、まあそれと同じような言葉ですね、そうですね、苦言に言葉でもあるってことですね、苦言に言葉で、もう一回苦言に言葉で、はい、人参やティーチマーチモヌカンゲーセーナランド、うん、人参やちょっとあの人間ですね。人は細かく言ってもんな。人参屋っていうのは人は。人は。うん、人間屋って。うん。人参は人間。はい、うん、一つの一つで、物歓迎してはいけない、いけませんよと。一つだけにこだわって物歓迎してはいけませんよと。うん。まあ並んどうと。それは並んどうはいけないよと、ね、うん。そうそう、うん。そこで止まってるんですけど、うん、うん。まあその後にまあ。あるのはもう皆さんで考えないっていくものになってしまってるんだけど、うん、深く考え抜いて行動しなければいけませんよと、うん、人の道は、一方だけではないですよと、うん、一方向だけを考えていたら失敗しますよと、もうまさに12月の新井さんの言葉と一緒ですね、はい、そうですね、うん、まあ、あの人間やっぱりあのつい行き詰まるとね、はいはい、もう本当にあの周りが見えなくなるというか、はいはい、こういうことよく言いますよね、はいはい、そこじゃなくて上も下も横も縦もいろんな道があるんだよと、ね、はい、そういうところを見出してまたそれであの歩いてみると、はい、ね、そう違った景色が見える、そうですね、よくあのほら、最近というかあのね、あのあれからあの野球のなんとか W だっけ、野球の世界野球、おおお、ワールドベースボールの、そうそう、WBC の時ね、うん、やっぱりあのとか、あとはあれだな、あのサッカーの、ね、うん、ワールドカップの時に、うん、要するにあの新しい景色を見たいとかっていう、うん、そういう言葉ってよく出ましたよね、はいはいはい、新たな景色が、うん、次の景色が、はい、まあ、ということでね、道を次に方向を変えれば違う景色が見えるってことね、はいはい、そうですね、うん、僕が言うのはやっぱり、まあ、つまずいた時とかあのね、あの問題に突き当たった時は、うん、そこ方向を変える、ね、はい、あるいは 上を見てもいいし、下を見てもいいし、道を変えたら違う景色が見える、ね、はいはい、それで常にね、前に一歩一歩前進しなさいと、はいはい、前進すればするほど別の景色が見えるから、はい、立ち止まっていたんでは景色が一緒ですよね、変わりない、とか前進したら次の景色、違う景色が見えるからっていうことですね、はい、まあ、ということでね、ユキどうですか、はい、そうですね、あのいろんな方向から見るっていうことはすごく大切だなと思いまして、あの一つの自分の固定観念を外していろんな人の意見を聞くのって結構私好きなんですけれども、はいはい、まあ、新井先生の、あの教育的一言も本当にすごくあの私にとっては、うん、励まされたりとか、いや、いいこと言ってくれますね、教えられたりとかしているので、いやいやいや、もうこれが楽しみです。いやいや、まあ、いや僕が作ったことだって、僕もこういろんなところ言葉とかもね、引用してるだけなんで、あとね、いいと思った言葉もね、選んでくれた言葉ですね。ハワイにもその苦言言葉みたいなような本当にいい言葉があるんですね。うん、それはまたあの私の先生であります上野睦美先生からまたご紹介。睦美先生、はい、睦美先生ですね、むっちゃんですね、どこの、はい、これは沖縄の人ですか、あ、この間ゲストで参加されて、うん、昨年11月に東京の方なんですけれども、東京の方、はい、あの暖かいところに住みたいということで沖縄に来て、うん、沖縄に来てからハワイアンフラを習ったっていう、沖縄に移住してきたの、そうです、 どこに住んでるんですか、何城市の、え、いえいえ、女村なんです、それも海の見える真ん前の女村に住んでるの、はい、それで沖縄に来てからハワイアン始めたの、そうらしいですね、そうおっしゃってましたね、あ、ものすごいいるんだ、やっぱりちょっと沖縄とハワイって共通しているものが多くて、うん、沖縄のダイジェスト版がなんかハワイかなみたいな、うん、なんか植物にしてもその倍に大きいのがハワイで、なんか、うん、あのやっぱり共通してる、うん、歴史がまず似てるってもうそっくりって言いますよね、うん、ハワイの歴史と沖縄の歴史、そういうところが、ハワイの方が本当にまさに常夏なんだね、うん、あ、そうですね、やっぱりそういう植物とかそういうのも、はい、生物も常夏の本当にね、はい、やる、まあ、ちょっとこういう言い方してるんですけど、うん、沖縄は亜熱帯だから違ったね、そうです ね、うん、ね、やっぱり多少違うけども、うん、やっぱり似ている、うん、そうですね、共通している部分があるので、ね、今歴史の話ありましたけど、うん、まあ、ハワイでも
ハワイ語がこう絶滅しそうになって、それを残さんといかんということで大きな活動が始まって、今はもう、教育の場でも大学まで、ハワイ語の授業があると、もうそういうふうになって、もうそれを沖縄はもうそれを参考に沖縄でもそういうふうにやろうと活動しているのが結構いますよ。まなみ、あのエンディングのプレイに帰ってしまったの、今日入ってるんですか？はい、入ってます。あ、入ってる？Be Myself が。あ、Be Myself 入ってます、今日。はい、入ってます。あ、そうかそうか。あの、アーキンじゃなくて、はい、宮さんのやつを入れてる。はい、ちょっとまだ聞こえる方も入ってますか？入ってます。ね、Be Myself がエンディング。はい。と、はい、いうことで、ね、宮さんのエンディングを聞きながらお別れするんですけども、ゆっきー、一言お別れの言葉を。はい、アロハアロハはい、クリキンははい、グスヨーナまた時間八丁ビーデーナグスヨーナカラタガフーモーキガフー人間しゴブリーセイアンデムヤディンはい、ニヘデビタン、うん、と言ってもまた時間あるんですよね。 あるんです、そう、終わりでしょ。もう終わり。はいはい、ね、ちょっと待ってな。じゃあ、あとも音楽聞いて、はい、お互い一緒に聞いてください。はい、ニヘデビタン手振っても、今日は YouTube 入ってないんだはい、はい、さよなら、また来週。